でしょう、言葉を。飽きますよ飽きますよ、あんまり見すぎると。それを見て飲むのが俺の日課。なんかありがとう、それはそれで嬉しい。なんか みんなのルーティーンに慣れてんのが嬉しい。今日誕生日、ビバースデー、おめでとうございます。ちなみにおいくつになられたのでしょうか。聞いたあかん、女性の方でしょうか、男性の方でしょうか。女性だったら聞くのやめときます。芋焼酎できるのやめや、ほんまやめや、みんなやめや初見さん多いんやからやめてください。イメージがすごく悪い。世界中を探してもらう中では世界チェーン、何それ、多すぎだから早っつってあ、DVD、 昨日多分一緒じゃないかな。あ、一緒のやつですね。一緒のやつのディスクの3です。ありがとうございます。ゆきなちゃん、今飲んで飲んでないです、忘れてきた忘れてまいりました。いただきました、これの3杯目です。ディスクさん、イッサさんでしょうか。 Thank you かな、ありがとうかな。シーさん、今日も安定の美しさ、ありがとう。ギャルやん、タツヤンさん39、スクショいいっすか。違う、ほんまに今日あかんねん、今日ほんまにあかんねん、これほんまにダメなんやろ。モチベめちゃめちゃ悪い、なんでだろう。確かにね、でも右目の違和感はすごい張り付いてる。達也さん、ほらありがとうございます。ビットコインの女王、どういう意味でしょう。赤白黒、ややこしいな、なんか。シンさん、ありがとうございます。来たよー、あ、りょうさん、お疲れ様です。こんばんは、 TikTok フォローしました。かずひこさん、ありがとうございます。なんでそんなに美しい、とんでもないですほんまにそんなことないです。エルメちゃん、ありがとうございます。もうでもね、変えます。もうね、ラスも終わるので、これがもうラスト様ネイル。ちなみにゆきなさん、誕生日何月何日、11月の14日バースデー配信いたしますので、皆様お祝い来てくださいなんかちゃっかり宣伝させられた感がすごいけど、はい、もうこの際言うておきます。動画にも貼ってますので、もしね、あの興味ある方いたら、はい、お願いいたします。初なんですよ、約3年 TikTok やってまして、でこのアカウント自体が去年に作り直して、まだ1年しか経ってないんですけど、トータルで3年やってますの中での初ですね。初バースデー配信やってみたいなと思います。誕生日知ってます、今日誕生日、岸和田ですね。メールもおしゃれ、ありがとうございます。やめてやめてやめて、もう絶対やらんからね、まさか絶対やらん。ねえ、かわいいです、ありがとうございます。まやさん、次秋仕様にしますね。秋仕様というか、まあ、ちょっとね、落ち着いたネイルにしようかなと思ってます。夏はね、私こんな感じですごいド派手なネイルばっかりしてるんですけど、あの春秋はちょっと微妙ですね。はい、なので冬と夏の方が多分私のネイルは見応えあると思います。ボテボテ好きですよ。ロス、サンキュー。皆さん、寝ましょうって、ありがとう、りょうさん。どこの人ですか？大阪です。俺は絶対に見る。ありがとう。ピーさん、こんばんは。
30万貯金しとやめてください。あの全然ね、そんなの本当に皆さんお気遣いなくです。本当あの投げれる方、まあぜひぜひねお願いいたしますってとこなんですけども、本当皆さんご無理しない範囲でお願いいたします。はじめまして、みってんさん、ありがとうございます。すごい嬉しいですね、初見さん多くて。嫁番長さん、ほらありがとうございます。ハトミありがとうございます。楽しみです、ありがとうございます。よし寝よう。おやすみ、つばさくん、いつもありがとう。感じあかんやん、ちょっと待って、むずいのよ。スクショ撮ってます。でもあれしていいですか、カンニングしていいですか。カンニングしていい、むずいのよ、本当に難しい名前多い。もうね、もうそんなまま一回読みそうになる。字が絶対読まへんやんっていう字の読み方でしたね、多分ね。おやすみです、お疲れ様。そので日焼けしたらあの子アンカーで走った。ここね。いや面白いです、コメントが面白い。センスが、コメのセンスがすごいです。和服も似合いそう。浴衣はね、着たことあるんですけど、